ワンドーラ一味。ワンドーラ一味はスーパー戦隊シリーズ第16作目、恐竜戦隊ジューレンジャーに登場した悪の組織です。ワンドーラ一味とは組織の正式名称ではなく、作中に登場した魔女、ワンドーラが率いる軍団のことを指します。まだ恐竜がいた時代、現在の人類とは異なり、恐竜から進化した人類、妖精族は恐竜と共存していました。1億7千万年前、ワンドーラが悪魔と契約し、地球を無の世界にしようと目論み、攻撃を開始。しかし、五大部族と守護獣たちとの戦いの末、悪魔は撃退され、ワンドーラ一味は壺に封印された状態で惑星ネメシスに追いやられました。そして現代、ネメシスの調査をしていた宇宙飛行士によって壺の蓋が開けられたことで、封印されていたワンドーラ一味が解放。ワンドーラは再び地球を無の世界にしようと活動を再開。月に拠点としてワンドーラパレスを建てました。この時、実はワンドーラ一味の封印時に復活を恐れた。各部族の代表は5人の戦士を眠りにつかせており、5人の戦士もまたワンドーラ復活とともに不思議仙人バーザによって目覚めたことで、ワンドーラ一味とジューレンジャーの戦いの火蓋が切って落とされました。今回はそんなワンドーラと一味の幹部格5体についてそれぞれ解説していきたいと思います。プリプリカン。プリプリカンは今作の怪人や戦闘員を作り出す役割をしており、組織の縁の下の力持ちで年老いた獣人の見た目をしています。アイルランドで言い伝えられている妖精レプラカーンがモチーフで、モチーフの靴職人の老人という部分が取り入れられています。プリプリカンはモンスターズ感を参考に粘土をこね、魔法の釜であるネンドーラに入れることで、今作の怪人であるドーラモンスターや戦闘員であるゴーレム兵を作り出していました。一人称は見た目に違わずわしで、モンスターを作る腕は確かですが職人気質な一面が見られ、名前にもあるプリプリを口癖に苛立っていることが多いです。また自身が作り出したドーラモンスターのことを作品と呼び、中でも自信のあるものに関しては傑作と評価を下しており、地球では人間作の芸術作品について公表していたりと、芸術的視点も持ち合わせていることがうかがえます。このため自身の作品であるドーラモンスターには愛着があり、第2話復活にてドーラスケルトンを送り出す際には幸あらんことと言い十字を切っていました。そんなプリプリカンですが、戦術の職人気質としてのこだわりが強いため、自身が気に入らず誕生させなかったドーラモンスターをその能力のみに着目したバンドーラの命令でしぶしぶ誕生させられたりすることがたびたびありました。さらには第24話亀で万年にて、同じく一味の幹部格であるトットパッドとブックバックにドーラトトイスというドーラモンスターを勝手に誕生させられていたりと、プリプリカンからすると自身の作風を汚される散々な目にあっており、特にドーラトトイスに関しては出来損ないの際物や自分の作品と一緒にしないでほしいと散々にこき下ろしていました。最終話恐竜万歳で一味全員と共に再び封印され、封印された壺の中で同じく幹部格であるグリフォーザーとラミーの間に子供が誕生した際にはゆりかごを作ると意気込んでいました。トットパッドとトットパッドは全身青黒い毛で覆われたコウモリのような姿をしており、作中では主に同じく幹部格であるブックバックとコンビを組んで活動することが多くありました。吸血鬼と吸血コウモリがモチーフではありますが、一度も血を吸ったことがなく、第10にはパパは吸血鬼で登場したドーラ・アルゴスの手助けでついに初めての吸血を達成できそうになりますが、結局は未遂に終わり、それ以降も一度も血を吸えることはありませんでした。このことが影響しているのか、ゆで卵が好物となっています。またモチーフの割には自身に翼が生えていないことがコンプレックスらしく、一味内で出世した暁にはバンドーラの魔法によって翼を生やしてもらおうと考えていました。戦闘時自身の素早い身のこなしを生かした攻撃を繰り出すスピードタイプではありますが、そこまで戦闘能力は高くはありませんでした。戦術のプリプリカンの解説の通り、最終話にて他の一味同様再び封印されました。ブックバック。ブックバックは全身水色に鎧をまとった高二で、戦術の通りトットパッドとコンビを組んでいることが多くありました。高二ではありますが、デザイン自体のモチーフはヨーロッパの伝承に登場するトロールで、さらには様々な伝承に登場する妖精ピクシーの要素も取り入れられています。見た目の割にはマイペースでのんき、一人称はボクちゃんと幼い様子が見られ、さらにはおっちょこちょいな面も多々見られていたことから、かなりのドジっ子タイプです。口調も早口でせっかちな性格をしたトットパッドとは対照的でありますが、決して仲が悪いというわけではなく、
デコボココンビとして活躍していました。性格は正反対ですが好みは似ているのか、トットパッドがゆで卵を好きなのに対し、ブックバッグは目玉焼きが好物です。いつも携帯しているバッグには様々なアイテムやガラクタが詰め込まれており、中には目くらまし銃であるブックラッパーや計算機、マッチに爆弾、乗って空を飛ぶことができる雲という均等運的なものが入っています。戦術のドジッコ属性からか、自身の頭の弱さを自覚しており、トットパッドと同様、出世した暁にバンドーラにもらう褒美として頭を良くしてもらいたいと考えていました。ブックバックもまた戦術同様、最終話にて他の一味と共に再び封印されています。ラミー、ラミーは第19話女戦士サソリより登場した女幹部です。同じく幹部のグリフォーザーの妻で、作中でのおしどり夫婦っぷりにはトットパッドやブックバックも恥ずかしさから目を覆うほどでした。名前はギリシャ神話に登場する蛇の体を持つ怪物ラミアを彷彿とさせますが、モチーフはサソリで、サソリの装飾が施された黄金の鎧を身にまとっており、ラミーブーメランという巨大なブーメランを武器に戦う女戦士で、戦闘能力も高く10レンジャー5人を圧倒するほどです。戦術の夫婦仲から夫グリフォーザーとのコンビネーション攻撃も凄まじいもので、夫婦でも単体でも10レンジャーを苦しめていました。また戦闘能力以外にも変装を得意としており、第38話メイ姫7変化にてプテラレンジャーであるメイと変装し合い、メイをあと一歩のところまで追い詰めていました。高い戦闘能力と変装スキルを持つラミーですが、バンドーラ一味の秘密捜査官という顔を持ち、実はただ一人一味の中で封印されていない人物でした。秘密捜査官としてバンドーラに恐竜の卵の追跡を命じられ、一味とはほとんど別行動をしていたため、他の幹部すらもラミーの存在を知りませんでした。多彩な一面を持つラミーにはもう一つの顔があり、それが怪人体であるラミースコーピオンです。名前にもある通り、サソリの要素が多く盛り込まれた姿をしており、バンドーラの魔力によって巨大化した時のみこの姿になることができます。もともと使っていたブーメランの他に、後頭部の触手を使って戦ったり、自身の特技である変身能力を駆使した戦い方をするなど、多彩な戦闘スタイルを持ち合わせています。この姿でも夫グリフォーザーとのコンビネーションは凄まじく、第20話大獣神最後の日では一度10レンジャーの巨大戦力である大獣神に勝利しています。そんなラミーですが、戦術の通り最終話にて他の一味同様封印されてしまいますが、夫グリフォーザーとの間に子供が生まれ、他の一味たちに祝福されています。グリフォーザー、グリフォーザーはその名の通り、様々な伝承に登場する伝説の生物グリフォンの怪人で、戦術の妻ラミーと同様に黄金の鎧を身にまとい巨大な翼を持ちます。トットパッドやブックバック、プリプリカンとは違い、一味の中で武闘派に属する幹部で、ラミーと共に10レンジャーを圧倒するほどの高い戦闘能力を持ち合わせています。武器はグリフォカリバー4世と呼ばれる炎を放つことができる剣を使っており、剣の他にも両目から火の玉を放つことができます。また飛ばない時は背中にある巨大な翼を折りたたむことが可能です。スーパー戦隊シリーズでは死亡フラグとされている巨大化を、作中ではバンドーラの魔力によって何度も行っており、戦術のラミーの解説の通り大獣神を追い込んだ実績もあります。グリフォーザーは物語開幕当初話すことができませんでしたが、第20話大獣神最後の日ニテラミーと共に恐竜の卵を奪った功績からバンドーラに話すことができるようにしてもらっていました。しかし話すことができるようになった第一声が、戦に女は不要だ、女は家に帰って洗濯でもしていろだったために、ラミーがバンドーラに告げ口し、バンドーラから叱られてしまいました。第35話忍者戦士ボーイでは、トットパッドとブックバックと共に抜け駆けして不老不死の薬を山分けしようとしたため、これもまたバンドーラに叱られお仕置きを受けていました。その他にも暇な時は居眠りしていたり、プリプリカンがドーラモンスターを誕生させる時に起こる爆発音に驚いたり、第16話くしゃみ大作戦にて登場したドーラエンドスのくしゃみ菌の巻き添えを食らって自身もくしゃみに悩まされるなど、威圧感のある見た目に反して人間臭い一面が畳みられていました。戦術の通り他の一味同様最終話にて再封印されますが、ラミーの間に子を授かり他の一味に祝福されていました。魔女バンドーラ、バンドーラはこれまで解説してきた怪人たちを率いるバンドーラ一味の長で、今作史上最大の魔女です。史上最大の魔女というだけあり、その魔術は強力で、口から炎を吐いたり突風を吹かせたり空を飛ぶこともできます。武器である万能杖ドーラセプターを用いることでビームや火球を放つ攻撃はもちろん、対象の動きを封じたり異空間への移動、
姿や大きさを変えたりと、その魔術は自由自在で、今作ではボス兼巨大化要員としても活躍していました。その他にもグリフォーザーとラミーのように功績を挙げた一味に褒美として新たな能力を授けたりと、多種多様な魔術を駆使する様子から、史上最大の魔女の名は伊達ではありません。そんなバンドーラは冒頭でも解説した通り、1億7000万年前に悪魔大サタンに魂を売り、地球を無の世界にしようと五大部族守護獣との戦いを引き起こすも、敗北したことで配下たちと共に惑星ネメシスにて封印されていました。しかし現代に至り、ネメシスに訪れた調査隊の手違いによって封印から復活を果たし、再び地球への攻撃を再開しました。敵に対しては冷酷で、目的のためなら狡猾な手段も取る性格ですが、身内には厳しい中にも優しさがあり、作中では嬉しさから一味と歌い踊る一面も見られていました。地球を無の世界に変えるという目標から破壊と混沌を好んでおり、そのことから荒れ果てた大地が続く月の光景を気に入り、本拠地であるパンドーラパレスを建てていました。復活後すぐに地球への攻撃を再開したバンドーラですが、実はバンドーラ自身も恐竜ジャーたちと同様に古代の人類であり、もともとはダル族と呼ばれる部族の女王でした。バンドーラにはカイという息子がいましたが、まだ幼く物事の分別がついていなかったため、いたずら心から恐竜の卵を壊す遊びをしていました。しかしそのいたずらを発見した親恐竜が怒り、カイを追いかけたことで事態は一変。カイは親恐竜から逃げる際に崖から足を踏み外してしまい、そのまま転落し命を落としてしまいました。実の息子を失った悲しみから逆恨みではありますが、バンドーラは恐竜や他の人類に対して憎しみを抱くようになり、悪魔大サタンに魂を売り、強力な魔術を手に入れた魔女となり、地球を無の世界にしようと目論むのでした。そして現代でもその憎しみが消えることはなく、恐竜の卵を必要なまでに破壊しようとしたり、自身の命を懸けて地獄より大サタンを呼び寄せ、大獣神を幾度となく倒そうとしていました。第47話突入最終決戦では、恐竜の卵の孵化が近づいている中、バンドーラは死んだはずの息子カイと再会。実はカイは地獄で大サタンの下僕となっており、カイの促しのままバンドーラは10レンジャーとの最終決戦に臨みました。バンドーラの作戦によって恐竜の卵を保管しているキングブラキオンを自ら出撃せざるを得ない状況にし、そのまま砂地獄に落とすことでキングブラキオンもろとも恐竜の卵を破壊しようとしました。そしてさらに大サタンを再度呼び寄せ、ついに大獣神を倒すことに成功しました。しかし10レンジャーの奮闘により大獣神は解放、これにより状況は逆転し、大サタンは倒され、その下僕として復活したカイも死亡。二度も息子を亡くしたショックで涙を流したバンドーラは、それまで持っていた強大な魔力を消失してしまい、そのまま配下たちと共に壺の中に再び封印されてしまいました。壺の中に封印された後も憎しみは消えることなく、バンドーラは復活のチャンスをうかがっている様子が見られていました。また一度カイを失ったことで子供嫌いとなっていたバンドーラでしたが、戦術の通りグリフォーザーとラミーの間に生まれた子供を見たときは、はじめは渋い顔をしながらもだんだんと嬉しそうな様子で二人の子供を抱きかかえていました。ここまでバンドーラ一味に関して解説してきましたが、誰一人として死亡することなく再封印され、さらには悪の組織側で子供が生まれるというスーパー戦隊シリーズ内でも珍しいパターンとなっていました。それに加えてバンドーラ一味自体が基本バンドーラと愉快な仲間たちといった構図のため、よく言えばアットホームな雰囲気で、上下関係があまりはっきりしていないところも珍しい組織図でした。余談ですが、実は作中でカイを演じたのは当時小学6年生だった高橋一生さんでした。またカイの母であり今作のラスボスの魔女バンドーラを演じた曽我真知子さんと、デザイン担当の篠原保さんのやる気が凄まじく、篠原さんに関してはとにかく究極の曽我真知子をやると意気込んでおり、曽我さんに関してはバンドーラの衣装の靴やアクセサリーに私物を使ったり、子供向けとして作られたことから台本のセリフが安直すぎた際には苦言を呈すなど、かなりのこだわりを見せており、その甲斐あってかバンドーラは主役である10レンジャーを食うほどの人気キャラとなりました。このことから一時バンドーラはセリフを減らされますが、少ないセリフの中にもしっかりとした演技をし、アドリブも挟んだりとしたことで人気が落ちることはありませんでした。後の魔法戦隊マジレンジャーにて曽我さんが天空耐性者マジエルとして出演した際には、共演した同作のマジブルオズーララを演じた甲斐あさみさんも当時のバンドーラファンであったことが語られていました。ということで本日の動画はこれで以上になります。チャンネル登録するかはお任せしますが、もう一本別の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。